世界少林流藩士十段長峰昇進による腕冠。古来より達人の型と言われている型で、作者不明。この型は古い型に属し、泊方面の武人たちによって継承され、現在に伝えられています。型の特徴として、攻防の技を一回の動作で行うことが多く、重厚な型となっています。はい。